シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくだけはモンストニュース予想をやっていくってやつだぜ。さあ、というわけで今回は、まあ、いつも通り去年のモンストニュースを振り返りながら予想をやっていくんだけど、いや、去年通り行けばこの5月後半なかなかオーブがちょっとやばい状況になるんじゃないかなとは思ってんだけど、まあ、早速振り返っていこう。去年の振り返りということで、去年の5月21日のモンストニュースは、まあ、内容かなり盛りだくさんだったよな。主な内容を確認していきますか。豪絶チャレンジ週間、これ簡単に説明すると、豪絶をクリアしたことない人を、豪絶をクリアしたことある人がサポートして勝たせてあげてねと言ったもの で、さらに特設サイトに豪絶に関する質問をする場、豪絶知恵袋というものが設けられて、まあ、そこで質問したり答えたりすると報酬がもらえると言ったものがあったのよ。まあ要するに豪絶というコンテンツを、まあ、知ってもらい、より楽しんでもらおうといった、まあ、キャンペーンだったのかなと。で、次は近畿の極リニューアル。いや、これマジで懐かしい。いや、この時近畿の極2周年ということで、ほら、公式サイトの掲載も遅れていたから、モンストニュースで追加層の発表があるんかと思ったら、まあ、スキップとパスの実装ということで、まあ、それ十分ありがたいんだけど、まあ、これで近畿を攻略しやすくして、来月に追加層の発表があるんかなと思ったら、結局、1年後の、まあ、今で言うと、まあ、先月に追加されるという流れなんだけど、それだけではなくて特別ミッションが開催されていて、まあ、近畿の極いずれかのステージを何回かクリアするとこんな感じで報酬がもらえると、戦型の書ももらえていた。で、この玉なんだけど、超ちょい玉というものがあって、これなんと超チョイスガチャが引けて、これ星6確定、さらに限定も出るといった、まあ、結構豪華なガチャが開催されたんだよな。いやー、こういう系毎回やってもいいと思うんだけどな。なんか近畿ミッションとか。というわけで次は三日月宗近。この三日月宗近の登場によって天下五剣がまあシリーズ化したんだけど、まあはじめ友情コンボなかなか強いよねと言った印象だったんだけど、まあ一番注目すべき点はやっぱり豪絶ノクターンでの活躍。まあ、ノクターンの厄介な魔導士処理を SS で楽に倒すことができるということで、まあ早い段階でノクターンを壊したんだけど、まあ、ユグドラシルというね、やばいやつがいると。ユグの存在が大きすぎた。まあ、本来ならば、この三日月宗近で、まあ、ノクターン、楽に行けますよという流れを作ろうとしたと思うんだけど、まあ、まさかの初日でユグドラシルがノクターンぶっ壊してしまうということで、まあ、運営が意図した狙いとはちょっと離れてしまったのかなと。で、しかもユグドラシルって、本当に初期の頃のモンストで、覇権握ってんのよ。覇権握ってしまってるから、まあ、結構所持率が多いんじゃないかなと。まあ、そういうモンスターが、輝いたことによって、まあ、本来のなんか三日月宗近の登場とはちょっと違ったのかなと言った印象だったぜ。で、次は情報修正。まあ、去年のこの情報修正はあまり記憶がないというか、目玉がいないというか、まあ、目玉を挙げるとすれば、スプリッツァーかな。うん、スプリッツァーがめちゃくちゃ強くなった。で、次。サンゴ重心化。このサンゴ重心化、まあ、結構強い。うん、スペックの高い重心化だと思うんだけど、まあ、個人的には玉露のマリシテンで使ってて、玉露が終わった以降、全く使ってないんだよな。いや、もったいない。活躍する場面が出てほしいわ。という感じになっているぜ。ということで、謎の豪絶キャンペーン、近畿のスキップ機能、新限定、情報修正と、まあ盛りだくさんなニュースだったんだけど、まあ特に、この豪絶キャンペーン、近畿のスキップ機能といった、モンストの既存のコンテンツ、特に高難易度に、焦点を当てて、まあさらに楽しんでもらおうとした、その習慣だったんじゃないかなと、個人的に思っているぜ。まあ、予想に入っていくんだけど、反対地盤からやってくるとあるけども、まあ、この前俺動画にしてんだけど、まあ、反対地盤モンストではこの降雨が重心化し、まあ、月齢、まあ、向こうでは挑戦なんだけど、挑戦が重心化回したのよ。まあいつも通りの流れであれば、これ今週のモンストニュースで発表されてオリトラに追加されるんじゃないかなと。で、この2人
イラストがめちゃくちゃいい。それだけではなくて、性能も半端ない。ということで、まあ、前回説明してんだけど、まあ、簡単にまた見ていくぜ。まあ、コウさん見ていくんだけど、まあ、明らかに26の極適性、超アンチワープ、非属性キラー、電撃キラー、パワーフィールドによって攻撃力がめちゃくちゃ上がる。で、あそこほら、スズランがいるから、白爆発でパワーフィールドも発動できる。非属性耐性で防御面もいいし、SS 短縮によって早く撃てるこの号令で雑魚処理も楽。まあ、だけど、まあ、考えてみると、あの26の極って、貫通タイプ優遇なんだよな。まあ、だけど、反射だったらこうはまれたのになっていうシーンもあったけども、やっぱりほら、内部弱点の時あるよな、ザコもボスも。だけど、内部弱点のザコも、割となんか、殴って、弱点じゃないのに殴って倒せたし、まあ、内部弱点の時のボスは、ボスにか、あれはまあ仲間に任せると言った感じで、まあ全然強い。まあ、むしろ、本当に殴りで、削れなかった、ボス1、ボス3を一気に削ってくれる、まあ、最強キャラとして、まあ、実装されるんじゃないかなといった、まあ、感じになっているぜ。で、次は、この月齢さん。月齢というと、まあ、最初のオリエンタルトラベラーズで、まあ、実装された時からあまり強い印象ではなかったんだけど、まあ、かなり強くなったかなといった印象。見てもらうと、マインスイーパー L、魔法陣ブースト、超アンチワープ、弱点キラーといった、この、4種類の攻撃力アップのアビリティ、めちゃくちゃ殴りが強い。これは半端なくない？これ。で、超砲撃型、魔法陣ブースト、弱点キラーによって、友情コンボの威力も半端ない。これ、マルタと同じ友情コンボのこの超絶貫通拡散弾 EL さん。これ、めちゃくちゃ削るよ。もう本当に半端ない。で、まあ見てもらうと、レザスト、ランダ回復で、まあ HP 面もカバーできるし、SS チャージ M でサポートもできるといった、まあかなりやばいんじゃないかな、これ。で、結構持ってる人いない。オリトラって結構ほら、最近いいモンスターが追加されるんだけど、まあ、聞いたら高確率で、マソや月齢とか、まあ、出るじゃねえか。まあ、だから、持ってる人多いと思う。俺も結構持ってるはず。いや、1体しか持ってなかったわ。といった感じになっているぜ。ということで、このオリエンタルトラベラーズ、どんどん両ガチャになってきている。進化している。で、今回のこの朝鮮さん、まあ、日本版でいう月齢さんの重進化回によって、まあ、西王母とマサの可能性も、まあ、出てきたと。まあ、さらに、いいガチャになるんじゃないかなと、言った感じなんだけども、まあ、本当に反対一番って、いつも羨ましい。マジで。本当昔から、なんか、羨ましいんだよな。ちょっと言葉で説明できないんだけど、まあそういったものになっていって、まあ今週来るかもしれないから、まあ期待しすぎずに待っておこうぜ。OK。そんじゃ次。ということで、次は、新属性検定はということで、まあ、去年はさっきも説明した通りに、天下五剣シリーズの三日月宗近が追加された。で、思い出してみると、先月、近畿の土作さんの中でアムリタが、実装されていて、で、このアムリタさんって、シリーズものなの？どうなんだろうな。まあ、今年はなんかないのかと思ったら、アムリタの実装によって、このシリーズが、また始まっていく可能性が出てきたと。まあ、だとしても、今月は実装の可能性は低そう。というのが、まあ、これ見てもらうと、なんとほら、今月の属性ガチャ、すでに全て開催されてんのよ。だから、今月も、属性限定はないのかな、というふうに予想するんだけど、で、ほら、冒頭で、オーブがやばいと言ったんだけど、まあ、それが、去年の5月って、マジで限定ラッシュで、オリエンタルトラベラーズの2体、王将君とフビライハン、で、天下五剣シリーズの属性限定、三日月宗近、で、最後に超重心祭限定のアミダが追加されてんのよ。まあ、こんな感じでアミダね。まあ、去年の5月末にアミダが追加された、超重限定のアミダなんだけども、まあ、今年の5月は、もしかすると、
まあ、今週のモンストニュースでオリエンタルトラベラーズの2体が追加されるんだけど、まあ、残りモンストニュースが1回しかないから、まあ、さっきのほら属性ガチャが全部開催されていることを考えると超重心祭限定の追加があるかもしれない。超重心祭の現状を考えると結構ぶっ壊れが入ってきそうな雰囲気は十分あるわけね。で、まあ、去年のこのアミダ、まあ、どういうものだったかというと、まあ、性能的には個人的にうーんなところはあるんだけど、まあ、こんな感じで特別なアニメ、ね、あって、気合入ってる。で、さらに特別な、この絶望ピープルという超究極があって、まあ、なんなんだろうな。まあ、気合は入っていたよな。そういう状況だったんだけど、まあ、今の現状を考えると、結構強そうなものが、出てくる可能性もあるから、気をつけておこうと言った感じだぜ。まあ、フラパもあるし、オーブの使用は慎重に。OK! ということで、明日の重心化予想やっていくぜ。プンワプンワプガプンワプンワプンワプガプンワプンワプンワプガプンワトゥルケトゥルケプンワ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 俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。